かしゃれんか。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は告白します。この後待ち合わせするんですけども、一緒にケーキ食べたいなと思って今からケーキを買います。緊張する。美味しそう。やっぱりホールケーキがいいか。このホールケーキを一つお願いします。はい、ありがとうございます。楽しみ。待ち合わせ場所ここだよね。すごい階段がいっぱいあるけど、喜んでもらえるかな。ちょっと不安ですけど。ね、これがうまく成功すれば、今までこう自分の性別に対する劣等感から抜け出せるんじゃないのかなって思ってて、あえて視聴者さんに自分のこの、なんだろう、ゴールインっていうんですか、それをね、届けれればいいかなって。こんな私でも人と付き合えるのかなって。綺麗。東京タワーがね、ライトアップされましたね、たった今。やばい、もうすぐで来る。何やってんだろうね、私は。隠し撮りをするっていう。これもね、私の一大イベントをみんなに見てもらうためですよ。もう許してね、そこは。オッケー。めっちゃアップになってるけど、おかしい。来た。こんな感じに行こうかな。後ろからこうパッて行く。誰？なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。これ許せないよね。あの女誰？この目確かめてやるよ。あの、すいません、何これ、珍百景。美味しそう。メリークリスマス。クリスマス楽しめばいいんだよ、みんな。どうぞ勝手にやってください。そしたらね、このケーキ独り占めできるんだよ。
こんなに美味しいのこれ。え、幸せだよね。生クリーム、美味しいよ。なんでクリスマスってカップルが街で溢れるんですかね。他の日に、ね、デートすればいいじゃん。待ち込むし、混雑するだけだからね、クリスマスは。何にもいいことない。来なさい、ケーキがありますよ、ぼっちの皆さん。カット。寒いよな。めっちゃ人いたし、そこ。めっちゃ人いたし。実はパヤンさんとあくんさんに今回ご協力していただいて。でみんなぼっちでしょ。ぼっち。ぼっちでしょ。あの、くりぼっちでしょ。そう、くりぼっちだよ。くりぼっちだったら食べてくださいよ。あの、だけど。お二人のリンクは画面の下に貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてください。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンの青木かなの秘密箱も画面の下にリンクありますので、そちらもチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。ほら、いただきます。真っ暗ですけど、すごい。もうすごい、でもね、綺麗なんだよね、あの、うん、めっちゃいいね。で、ね、綺麗だね、すごいね。なんか人がガチカップルみたいな。そう、いたで、いっぱいいて、なんかね、お賽銭してる、お賽銭してた、下着なんだろうね、本当に見せつけて。いただきます。いただきます。じゃあこれ持っちゃって、うん、ね。いちご落ちてる。すげえ食い方しちゃう。そう、クリームしか食べなかった。はいよ、俺持つ。いただきます。はい、もう見えないね。どうですか。うん、うまっ。ぼっちも集まればこんなに楽しいんだよ。いただきます。はい、あのね、クリーム甘くなくて美味しい。あ、うまい。本当、甘さ足りなくない。うん。いや、全然美味しい。本当に六本木のケーキだから甘さ控えめなんで。どうですか、前回あのレモン出したじゃないですか。はい、どうでした。やってみて。家族から電話が来た。え、あ、来たんだ。お兄ちゃんから電話来た。なんて。またちゃんとピアノ弾けって。あ、怒られたの。へえ。お兄ちゃんの楽器やってる。お兄ちゃんね、ギターやってるんで。あら、先輩じゃないですか。すごいね、でも家族が見てんだね。そう、見てる、ね。カノンの動画全部チェックしてる。やめてくれよ。もう親に見せれないような動画ばっかだから。本当にやめてよ、もうパンツ代行して。いや、おパンツ、ね、あれすごい気まずかったんだよ。あれなんか事務所のさ、月1回のミーティングがあんの。今月はこれが伸びましたねとか、高評価どんぐらいついてって、うん、で社員さん3人ぐらいでね、あのなんかプレゼンみたいな、ああいうなんていうの、モニターに出すのよ、うちのデータを、うん、で今月伸びた動画この2つですって言って、あのパンツ丸出し大更新ってやっててさ、でもみんな何もね、真顔で、あ、これは高評価率はこのぐらいでなんとかって。で私もね、なんか、あ、そうですかみたいな。完食した。じゃあいい、もう食っちゃって、うんうん、ごちそうさま。いっちゃいます。はい、いっちゃってください。いいね、なんかうまっ。美味しかった。クッキー的なのも。はい、食べちゃってください。イエイ、ごちそうさまです。ごちそうさま。ごちそうさまです。いいクリスマスだ、うん、ね。メリー寂しまーす。メリー寂しまーす。メソークソスマス。